どうもー、あーすみません、ありがとうございますね、どうもどうも、労働者です、ね、お願いします。私ね、大事と申しましてですね、もう毎日ね、建築現場で働いてるんですよ、もう12年もうたまんないですよ、本当にね。働いてますとね、いろんなおじさんいるんでね、ちょっとお話しさせてください。行きましょう。題して、実録現場であった安畜症ねえ、白マリアッツさん出てきて、幽霊もん出てきて、きったれフリップでやりますからな手書き手書きいろんなおじさんいっぱいいるんで紹介していきます。さあ行きましょう。もうすぐ、もう少し言葉ちょうだいってことですね。これ働いてる職人のおじさんなんかね、あ、ちょっと工具取ってくんないかみたいなことで声かけられることがよかったりするんですけどね。ある時僕ね、おっさんにね、おーっつや、ちょっと黒いの取ってくんねって言われたことなんですね。建築現場の中にちょっと黒いのってまあまああるんですよどれだと思って、何個かあるぞと思って、でも作業の流れ的にこれじゃないかなってやつを取って渡したんですよ。そしたらそのおっさんがね、それじゃねえよ、あの黒いのって思ってマジでどれだと思って、そのおっさんの指差しも見たわけですよ。したらね、それがちょっと茶色かったんですよちょっと茶色、ちょっと今日も仲間に入れんじゃないよっていうね、もう少し言葉ちょうだいということで、さあ次、あだ名が宇宙人の盛ん屋ね。もう見たままこんな見た目しちゃってるからね、宇宙人っていうね、あだ名がついちゃったんです、この酒屋さんでね。よくね、世間話で天気のお話なんかするんですよね。でね、このね、宇宙人と天気の話してたのね、この前ね、うわーっつって、もう梅雨今年は明けんの遅かったっつって、で、梅雨明けんの遅かったら遅かったで、ね、夏めちゃくちゃ暑いじゃねえかよって話したらね、この宇宙人がね、うーっつって、地球ももう終わりですかね宇宙人そのものになってくる、地球も心配してんだから宇宙人さあ次、オディ君ね、日本に来て8年目のナイジェリア人ね、8年いるんで日本語ペラペラで上手なんですよ。で、また会話の話なんですけど、オディ君ことで休憩中喋ってたらね、ちょっとピタッて時が止まっちゃった瞬間があるって話なんです。オディ君がね、俺たち日本人はって言ったオディって言った、まあ、8年いるからもう日本人だと思っちゃってるっていう、まあいい話ですよさあ次、松岡さんね、これも職場の仲間なんですけど、まあめちゃくちゃ腰が低くて超優しいんですよ、松岡さんね。どんぐらい優しいかって言うとね、現場の近くにいた野良猫に自分のお弁当を分けてあげるみたいな、うわっすやっ、くくくっつって、お、こっち向いてるかい、くくくっつって、お、こっち向いてるかい、くくっつってね、すっげえ猫にこうやっていっぱいあげたんですよ。したらね、もうある時現場が猫だらけになってね、ポーズが止まっちゃったんですよ。かわいいとか、猫出せ、猫出せってね、もう大変。でも優しいんですよ、松岡さん。そんな松岡さんの、この一言で喧嘩になったって話があるんですけどね。これね、まあ、また別のおじさんがね、朝っぱらすげえテンパってたんですよ。あーって、もう資材積んでるトラックが来ねえ、遅れてるし、インパクトドライバーって工具があるんですけど、もう忘れるしって、監督もいねえし、もうパニックだよってすげえテンパってたんですよ。そしたら松岡さんがね、ナイスパニックって言ったの。めっちゃ喧嘩だった。なめんじゃねえぞ、こんなやつ。多分気遣いで言ったんだけどね、言葉選び間違えたろっていう、そんな優しい松岡さんの、そんな姿見たくなかったって話があるんですよ。これ僕ね、偶然ハッて見ちゃったんですけどね、松岡さんね、100円ショップでオラついてる松岡さん見たことない。っつって、なんでそんな大変な態度なの、100円ショップでっていう。さあ次、そんな姿見たくなかった2ってことですね。これはたまたま見ちゃったんですけど、パチンコ屋の駐車場で泣いてる松岡さん、っつって、月頭だったんですよ。多分全部給料いかれたんだろうなって。大人泣かねえぞっていう。さあ3でございます。これはね、まあ別にそんな姿は見たくなかったっていうわけでもなくて、まあいいんだけどねって話なんですけど、松岡さんがね、俺ね、サイバージャパン残殺の名前全部言えるよすげえなっつって、意外とこういうの好きなんだねっていう、現場から以上です、友達でした